ホイールロックピストルのカットモデルホイールロック拳銃。銃波にある丸いものは発砲後に用意された自衛用のメースホイールロック式、小銃隠し構造ホイールロック式とは、鋼輪の回転による銃の点火方式。砲薬では鋼輪式、または波林式とも言う。全イ動力を使って鋼輪を回転させ、これに、 ハンマーに装着した火打ち石を打ち付け擦り付けることで火花を得て装薬に点火する方式。簡単に言えば、ジッポーのようなフリント式、オイルライターの発火を動力式にした機構と思えば理解しやすい。はっきりしたことはわからないが1510年頃には、それに類する銃があったと推測される文献が存在する。 またレオナルド・ダ・ヴィンチのメモの中にもこの構造図の着想が残されている。銃の添加方式としては、日川銃の次世代として登場した歴史を持つ。マスケット銃や特に騎兵用短銃に実装されたが、構造が複雑であることから効果で、多くは上層階級の戦闘員が騎馬戦闘に用いるにに留まった。日川銃の火種に関する欠点を克服するものとして一歩。 進んだものではあったが、効果のみならず構造上故障が多く、信頼性が低い等の理由で、次の世代のフリントロック式にとって変わられた。大まかな仕掛けは、マッチロック式とは完全に異なっている。発砲までの操作、動きは以下の通りである。ホイールロックは効果ではあったが、うまく作動した場合は発生する火花の大きさから、不発率は後のフリントロックよりも、 低く、金に糸目をつけない、貴族層などの浮遊階級には、フリントロック実用後も長年にわたって愛用された。貴族御用達しゆえ、現存する銃は、長金や装飾が施されたものが多く、実用品よりも美術品といった趣の銃が、大半を占めている。またアックスガンのように斧や潜水といった、白兵武器と合体した、白兵専用複合銃も多い。 ホイールロック次世代の角石式は、ミクエレット式とスナップハンス式の二つの流れがあるが、基本的に大差はない。やがて、フリントロック式として同じ形態のものになっていき、その形式は来館によるパーカッションロック式の登場まで主流として続くことになる。鎖国によって、直接日本にホイールロック式が伝わることはなかったが、久米英財門通券が、 鋼林式点火法を考案している。中国兵書、ブビシに載るチライカの点火法から着想を得たとしている。外観の一部こそ様式に似ているが、構造上から通兼独自の発明と見られる。漫画、落大忍者乱太郎では、ハリン銃という名称で紹介されている。他ポルトガルからの輸入品の新式銃として登場し、それをめぐる戦いが繰り広げられた。 当作品の時代設定は戦国時代であるため時代交症上、日本産ではない。ありがとうございます。